早稲田不合格。全然できた感覚が一強化もなかった。本当に千葉大を抑えにして総計だけで行くんですよ。いやー古文マジで簡単だったねって言ってきたんだよね。情報大事、こんな風になってはいかん。ホーダーを始まりました。マチェチャンネル。さあ、今回はですね、ついに話します。何度もね、リクエスト来てたんですけども、はい、早稲田不合格ということですね。ついに、本日の早稲田に不合格した話をしていきたいかなと思いますね。まあ私ね、皆さんが結構ね、バカにする B 山さんとかのね、早稲田英語英文に不合格しております。オクラさんとかね、合格してる方もいらっしゃいますし、まあ国分だったらね、浜井さんもいるんですけども、この間出てもらったね、早稲田の教育は簡単だとかね、まあ確かに英語簡単だったりするんで、オクラちゃんがね、この間言ってたのは、B 山が動画内でね、バカにされると自分も、ってなるって言ってましたけど、でも彼らはみんな合格してるんで、私は合格してませんということで、まあ私のダメダメ浪人生活を振り返ってですね、こんな風になってはいかんっていうのを話していこうかと思います。現役時代は千葉大第一望でやっていって、センター試験で A 判定取ったけど結局ダメだったっていうので、で浪人を決意するわけですね。で浪人時代には千葉大 A 判定までセンター取れたんだから、苦手だった英国世界史中心に勉強しようと思って、で次第文系コースにする。わけわかんないですね、この感覚もよくわかんないんですけど、そういう風にしたんですよ。だから英語国語世界史苦手だから、これらを取れるようにしよう、他の科目はセンター試験取れたから、また千葉大受ければいいから抑えにしよう千葉大を、この感覚もわかんないですよね。よく千葉大を抑えにしようと思ったなと思って、すんげえ不思議な感覚なんですけど、まあそこで、なんでそこで総計のクラスにするんですよ。慶応は小論文もあるので、小論文もいっぱい取るという感じで、たくさん授業を取っちゃうダメダメ浪人生だったんですけど、そういった形で英国世界史を予備校で一生懸命勉強して、あとは自分で直前期にまたセンターの勉強すればいいかなっていう風に思ってたんですよね。だからなんとなく慶応行きたいな、あーでもせっかくで総計のクラスいるわけだから早稲田も受けたいなみたいな感じで行ったんですよ。ですごいですよね、結局本当に千葉大を抑えにして総計だけで行くんですよ。まあぶっ飛んでますね、感覚わかんないです。本当にマーチ受けてない、センター利用もやってないよね。で結局早稲田はね、全然箸にも棒にもかからなかったって感じですね。慶応分の時はまあ受かる自信まではなかったんですけど、それでも世界史ああ結構食らいついたな、英語まあなんとかできたかな、小論はまあまあまあ鼻血出ながらやってたけど、まあ得意だからいけてはいるとは思うぞみたいな感覚で、まあ食らいついてやったぞっていう意識だったんですけど、もう早稲田に関してはもう全く無理でしたね。全然できた感覚が強化もなかった。まず英語なんですけど、今見りゃ確かに早稲田の教育簡単なんですけど、当時はやっぱダメですね。毎日長文やったんですけどね、やりゃいいってもんじゃないなっていう、全く手も足も出なかった。世界史はね、多少できたんですけど、やっぱり難かった。まあ今ユーテラで出てくれてる佐藤幸雄先生に習ってたんで、で幸雄先生の総大英語とかも取ってたんで、こういうのが出やすいとかっていうのは聞いてたんで、確かに出やすかったんですけど、それでもね穴があったんですよね。その穴が見事に出ちゃったんで、大問一個でそこうわーこれやっちゃって失敗したなって思ってね、慶応文の時はね穴がなかったんですよ。勉強してたところがやってたところが出てたんでうまくいったんですけど、そう慶応文の時は自己採点しても、あ結構いけてるいけてるってなったんですよね。早稲田はもうこいつは勝てんってなってたんでね、一番できなかったのが国語だったんですね。これもう最初から最後までできなかったんですよ。まあ本当に皆さんに言いたいですね、国語ちゃんとやった方がいいっす。現代は好きだったんですよ、読むのも好きだった。だからその早稲田の実際の問題も読むのは読めてると思うんですよ。好きで毎日のように読んでて楽しい楽しいってやってたんですけど、でもね解けなかったんですよ。これが問題でね、解くのがね好きじゃなくて、読みはするけど解きはしなかったんですよ、つまんないんで。だから長文とか英語の長文とかではあるじゃないですか、読むのは楽しいからまあまあ読んでいけるけど、解くのがな嫌いだからって言って、長文もね読むけど内容一問題とか解かないとかさ、そういうことやっちゃってたんで、解けるようになるって部分がすごく弱かったんですよね。で古文に関してはマジでできなかった。
マジで古文漢文は最後まで得意にならなかったですね。センター試験とかでも漢文めちゃめちゃだったし、センター試験6割でしたからね、ここね。本当にダメで、読むことすらできなかったですね。いや、古文もね、毎日読もうと頑張ってたんですよ。でもこれも一切解かずに、解かないで、なんか品質ストーリーみたいなのがね、テキストにあったんで、それをやってて、ダメ。やっぱ問題演習が全然足らなかった。好きにもなれなかった。今だったら、もうちゃんと古文っていうのは単語やって、文法やって、そこから読解だっていう風に考えてるんで、ほんとそうやっとけばよかった。文法の授業ね、古文文法の授業あったんだけど、選択しなかったんですよね。周りの人たちは結構選択してたんですよ。それ正しいなと思って、結局だから古文文法っていうのを勉強せずに来ちゃった。受験まで。まあ、だから普段の授業が読解の授業だけだったんで。で、講習とかで別の先生の授業を取ったら、センターの授業を取ったら、あれ、テキストの中に古文文法の項目があったりするんですよ。こんな説もあるんだ、みたいなね。こんな切り口でもあるんだ、みたいに思ってたんですけど、やっぱね、好きになれなかった。んだよね、本当に古文の文法やっとかなかったことをね、今でも後悔してますよね。いや、それやってたら早稲田もね、もうちょっと古文できるようになってたんじゃないかなって思うんですよね。で、すごく悲しかったのがですね、休み時間の時に友達がやってきて、いやー古文マジで簡単だったねって言ってきたんだよね。え、そう、何にも分かんなかったんだけど、だってほら、あの先生の何々っていう参考書にさ、全部載ってたじゃん、同じの設問まで同じのあるじゃんって言われて、あ、そうなんだって思ったんですよね。古文の参考書何もやってなかったんですよ。単語帳だけか。マドンナ古文の単語帳だけやってて、あと何にもやってなかったんですよね。そこで本当に後悔しましたね。なんてことだと。慶応第一志望だからっていうのはあるんだけれども、それにしたってセンター試験もあるわけだから、なんでやらなかったんだって。ってね、すごい後悔したんですよね。その参考書に載ってるもので余裕で解けてる人たちが周りにいる状況で撃沈したっていう苦い思い出がありますね。やっとけばよかったと。まあ英語とか世界史は最後ね、まあ自分で習ったことを復習するっていう段階に入って、センター試験の後に授業がない状況になって、そこでゴワンと一気に上がるんですけど、やっぱね、国語はね、上がんなかったんですよ。ということで、小論はね、なんとか好きでできたんですけど、いや、後悔してます。本当に国語もね、きちんと積み上げ式で勉強しておけばよかったなと思いますね。過去問もすごい適当にやっちゃったし。そうです、だからきちんと準備をしておくべきです。これは本当に言います。もう今のね、自分ね、過去に戻ったら言いたい。なんかもう授業を取りまくって、授業楽しんで、あははは、ってやって、自分で勉強しなかった、きちんと積み上げ式でやらなかったっていうのはね、本当後悔してます。やっぱね、情報大事。みんな情報を得ましょうね。情報なしで戦うのは本当に危険です、受験っていうのは。あの時ちゃんと国語の勉強法を知っておけば、こんな苦労はしなかったなと思うし、英語だってそうですね。文法、公文っていうのをね、ちゃんとやっておけば、まあ公文だけはね、ちゃんとやったんでよかったんですけど、予備校で。それ以外本当に公文もちゃんとままならないままね、できないまま長文入っちゃってボロボロみたいなね。そしてなんといっても解き方ちゃんとやってなかった。だから積み上げていくっていう情報、これがなかったのが痛い。そう、勉強法の情報がなかった。参考書に関する情報とかも全然持ってなかった。出題形式に関するものもちゃんと調べておかなかった。情報がなかったせいで全然忘れたから。そう、だからなんとかやればいいんじゃないかっていうのはやめなさい。明日の自分に淡い期待は持たないでください。持ってない情報は手に入れようと頑張ってください。過去の自分に言い聞かせられるんだったらそう言いたいです。幸いね、もう先にね、慶応の分受かってたんで、その早稲田の不合格ですっていうのを来てショックを受けることはなかったですけど、それでも本当受験会場ではめちゃめちゃショックを受けましたし、なんでこんなにちゃんと準備しておかなかったんだろうってね、すごい思った。今思えばもう当たり前です。受かんなかったのは当たり前。受験会場でなんでこんなにできないんだ、なんでこんなに一生懸命勉強してきたのに全然手応えなかったんだろう、なんでこんな穴がある状態で受けちゃったんだろうって思ったんですけど、そう、情報が足らなかったです。それがもう一番の後悔ですね。今昔の自分にアドバイスできるんだったら、ちゃんと情報を手に入れなさいって言います。はい、だからね、皆さんもぜひね、きちんと情報を手に入れてください。ただ授業をいっぱい取って、わあこんな感じかな、こんな感じかなってぼんやり思わないようにね、特に現役生、きちんと自分の位置を知ること、そして合格するためのね、相手を知ること、自分の位置と相手を知って、どういう風に戦略を立てていったら合格できるのかっていうのをきちんと知っておくことが大事になりますから、はい、これを意識してやっていくことをお勧めします。今夏頑張ってください。本当、今思うと自分はめちゃくちゃ無駄してたなと思いますよ。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.